さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。本日の日付、2022年11月の3日です。ちょっと見えにくいかもしれませんけども、この辺にねこうライトとか置いて当てたら見えやすいんですけども、ライト自宅にございません。買うお金、余裕ありません。これが現実です。ちょっと私の方から日本のバンドマンの方たちの歴史ということで、今ホームページに僕のホームページの方からいろんなバンドマンの方たち、昔のバンドマンの方たちの音楽、YouTube で掲載されているものをアクセスできるように、今いろいろと、作成しているところです。これもデビューされた順番とかしっかり調べなかったら段がね何回も作り直しして、なかなか大変なんですけども、自分知ってる範囲でしか作れないんで、僕だったらボーイ、X、その名称 X ジャパンにされて、海外進出されたりしてるんですけども、その次が黒夢、ソフィア、ラルクアンシェル、グレイで、その当時ビジュアル四天王と呼ばれていたファナティッククライシス、シャズナ、マリス・ミゼル、ラクリマ・クリスティで、その後、インディーズで、日本武道館を成功させたという触れ込みで出てきたのがディリワン・グレイなんですが、そこはね、その辺はちょっとだいぶ私もフルーツラパークで働いていて、いろんな方たちとお会いして、実はね、インディーズなのか、メジャーデビューしてるのかよくわかんない、その状況があって、インディーズでそんだけ、良い歌作ってるんだったら、あれはね、アイルだったかな、そのあたりの曲なんですけども、インディーズとしても、プロとしても、プロレベルとしても見て良いような曲があったと。そういうことで、流通マーケットをね、通常、インディーズの方たちは普通に、その CD ショップ屋さん、その当時の CD ショップ屋さんや、その前はレコードショップ屋さんだったんですけども、そういうところに置かせてもらえなかったんです。だけども私たちの方から置かせてあげたらどうなるかちょっと見てみようということで、各販売流通も抑えて、CD 屋さんも本屋さんも実際のところは日本全国で1000店舗もともとあるかどうかなんですよ。私は小学生の頃ですよ。で、その CD 屋さんとかも、大体、6畳ぐらいの広さだったり、8畳ぐらいの広さだったり、そういうところが、結構あって、そんなにね、たくさん、もともとは CD が売れるような状況ではなかった。なぜ CD の枚数とか、動画の再生回数が、その後 YouTube とかで、2005年ぐらいですかね、 YouTube が登場したのは日本で、海外の方は何年かちょっとそこまで調べてないんでまだ何とも言えないですけども、海外でやっぱり流通マーケットを広げて、で、聞いていただくと、でそこにたどり着くには皆さんに知っていただかなきゃなんない。正直他国の音楽ってなかなか伝わってこないじゃないですか。だから日本には何があるかっていったら、アニメ、映画、そして、ゲームなんですよ。ここら辺と一緒にタイアップして、タイアップって言ったらいいんですかね。一緒に組んで、曲つけて、していただくと。そしたら、ゲームをしてる人とか、そういうふうなアニメとか、日本の映画を見た人が、そういうふうな曲を聴いたときに、あ、これ日本の曲なんだということで、YouTube とかにアクセスされたりだとか、そういった現象が出てくると。で、そこで、英語の歌詞、字幕をつけたりだとか、中国語だったりだとか、フランス語だったり、先ほど英語って言いましたね、インドとかブラジルとか、その国の言語で、今のところ、けど YouTube で上げれるのって20カ国ぐらいなんですかね。ちょっと私もその辺のところ自分で作りながら、翻訳機能についてよくわからない部分があるんですけど、語学大学自体があんまり多くないですからね。だから、もともとそういうものなのかも、知りません。翻訳はできないっていう部分でね。日本のバンドマンの方たちが、その当時、どれぐらいの、
良い曲を作っていてどれぐらいのクオリティだったか、まあ、それをまあ今の若い世代の人たちにとっては新鮮でしょうし、まあ、YouTube とか、まあ、パソコン、スマートフォン、iPad とかを持っていても検索ワードが分かんなかったら分かんないじゃないですか。良い曲にたどり着けないんですよね。だから僕のホームページの方で、まあ、自分の知ってる限りで、まあ、いろいろと、掲載して、まあ、ここ来たら、淡井圭介履歴というホームページに来たら、いろいろ楽曲、まあ、ゲームミュージックもそうですけども、まあ、聴けますよと、まあ、そういうふうな状況は作っておこうと、まあ、そういうふうに、考えて、今制作中です。ちょっとね、今の世代のラッドウィンプスさんとか、僕からの提案で、曲作りしてくれた方たちまで、だいぶいろんな方たちがいらっしゃいますから、そこまでたどり着くのを、まあ、今年中にたどり着けるかどうかっていうところで、僕もちょっと他にいろんなことを、進めながらなんで、いろいろ日々調べながら、いろんなことを、政治、経済、法律も全部同時進行なんで、まあ、スポーツのことも、全部同時進行で、今以前書いてた到達者っていう内容本当の話なんでね、これは現実社会ですので、まあ、その辺のところ、まあまあ、ぼちぼち、いろいろ、ホームページに記載していきたいなと思います。それでは、皆さん、どうぞ、お好きな曲を、お聴きください。どうもご清聴ありがとうございました。淡井圭介からでした。